いきなり団子1周年記念でマルデンさんのデイキャンプにやってきました。こんな感じ。今から料理を作りに行きたいと思います。レッツゴー。では、まず燻製つけ方がわかりません。並べ終わりました。おい、白い煙が出てきたら弱火。ああ、なるほど。それまでお待ち。失敗に決まってました。失敗に決まってしまったので、ちょっともう一回やり直します、ね。この状態から火にかけるみたいです。いや、テレレレテレ。ホイルの上に赤牛ジャーキーを周りに乗せ、燻製器にセットします。お上手。はい、蓋をして煙が上がってるのを確認しながら10分ほど待ちます。なるほど。煙がなければ少し火を弱める。もろ出てます。はい、完璧。若漏れのチップスです。イエーイ。あ、かっこいい。貝割れ。若漏れ、若漏れ。いただきます。あ、パリオープン。おお、こんな色になるんだ。なるんだ。わ、すごい。つまみですね。できましたか。うん、チーズ美味しい。うん、私これ好きです。美味しい。わー、うん、美味しそう。赤牛カレーのホットサンド。イエー。はい、赤牛カレー。あ、もったいない。もったいない。もう一枚のパンを、このパンはすごい良さそうな感じ。パンがはみ出しました。おお、すごい。めっちゃ潰すじゃん。ゼロ、私の腕力。はい。おお、いい香りです。いい香り。いい銃を。おっと、おお。もう一個持ってきます。あ、おお。まずいね。これで肉汁を閉じ込めるんだ。おお。できました。できました。やっぱなんとか焼いた。はい、ついにメインディッシュが。メインです。見えないところに。てれん。いただきます。いただきましょう。いただきます。ごく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 。コーヒーのいい香りが。そうですね。うん、焼ける。焼けてる。あ、そうだ。
甘い香りが端から焼くの。いや、わかんない。食べて焼いて食べて焼いてって書いて、はい、あー、ひっついたわ、こぼれ焦げたわ。あ、やばい、ひっついた。焦げた